こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、日本製菓という会社を紹介していきたいと思います。ちょっと今週というか、今日から10日間ぐらいはですね、業績が非常に良くてですね、連続増配しているような、私が好きな、銘柄っていうのをですね、ちょっとどんどん紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。という形です。第1回目ですが、日本製菓ですね。こちらの会社なんですけども、工業用のですね、化粧品の原料になるような製品、保湿等の機能を持つ化粧品の原料になるような製品っていうところの製造、そしてリピットと呼ばれるですね、薬効成分を患部に効率的に届けるための、医薬系の原料になるような製品、そして精密化学品という形、医薬原料だったりだとか、電子材料等になるような精密化学品というところの3つの、商品、製品ですかね、原料というところの製造販売というところを行ってますと。またですね、家庭用の製品といたしまして、手洗いの石鹸だったりだとか、消毒剤っていう形で、今ちょうどコロナ禍で需要が上がってきているような銘柄、製品というところも取り扱っているような形になってます。で、今期の売上の割合といたしましては、工業製品が2、家庭用製品が1くらいで、大体1対2くらいになってましたね。あともう1個だけ地味に、事業を営んでおりまして、その他事業という形で不動産事業というところも営んでますと。日本鉱山というですね、会社の方が挟みまして、不動産のですね、賃貸というところも提供していまして、こちらが一部ストック収入になっているんですけども、全体として工業用製品というところと、家庭用製品というところが主力になるような、形ですと。で、こちらの会社ですね、何がいいかと言いますと、業績が非常に良くてですね、まず株価は1647円になってますと。株価の方なんですけども、こちらは10年チャートになりますが、非常に綺麗な右肩上がりで推移しておりまして、大体10年でですね、500円から1500円超えてくらいって形なので、3倍以上という形で株価は上がってきている銘柄で、今後もですね、業績の方が非常に好調というところが見込まれますので、これからもですね、株価は上がってくるんじゃないかなと思ってます。キャピタルが狙えるような銘柄ですね。安定してるっていう方がいいですね。グロース株みたいにガッて上がる銘柄ではないっていう形にはなります。あとですね、財務だとか、その他の、経営指標というところも非常に良くてですね、時価総額は391億円、そして、PR が14.2倍くらいになってます。PR の観点で言いますと、現在は、過去の中では割安な水準ではないんですけども、でもそんなに平均ぐらいっていう形のイメージでもありますね。こちら株価収益率で、直近5年の株価収益率ですけども、12倍、14倍、12倍、13倍、12倍っていう形になりますので、14.2倍っていう形で、やや平均より上振れはしてますけども、そんなに気にならないレベルかなと思ってます。で、ROE のが6.6%ですね。こちらは稼ぐ力を表す指標になっておりまして、純利益から、純資産を割ったような値になりますけども、会社の資産でどれだけ純利益を出すことができたかっていう表す指標ですね、稼ぐ力になってますと。これは8%あると良いというふうにされているんですけども、こちらの会社さんは6.6%になってますと。ただですね、自己資本比率ですね、こちらが79.1%という形で約8割ございまして、非常に財務が健全です。またですね、営業利益率というところも見ましても、こちら赤色の部分になりますけども、過去ですね、10年間で右肩上がりで推移しておりまして、直近だと12.9%という形で、かなり利益率も高いような形になってます。ですので、ちょっと財務レバレッジが低くて ROE が低くなってるんですけども、自己資本率も高くて、財務レバレッジも低くて、そしてですね、営業利益率も高い銘柄という形になりますので、稼ぐ力は十分あるのかなと思ってます。で、配当金の方が2.1%くらいですね。で、その他の業績ってところですね、売上高も右肩上がり、営業利益率も右肩上がり、そして1株当たりの純資産、1株当たりの純利益を表します、BPS と EPS ですかね、こちらも右肩上がりで推移しておりまして、配当金もですね、連続増配基調の銘柄になっているという形で、非常にですね、長期保有しやすいような銘柄になってますと。しかも安定してますね。化粧品の原料もしかりですし、この医薬成分系のリピットの方もですね、需要自体はですね、顕著に推移してます。特に最近はリピットが、すごくいいみたいですね。で、世界的にも化粧品っていうところは需要がございますので、ここら辺も落ちないだろうと。またですね、家庭用の製品の、手洗いの石鹸だったりとか消毒っていうところもですね、コロナ禍っていう形もございまして、非常にですね、顕著に今後も売上の割合、占めてくるのかなと思ってます。来期の予想だと、こっち、工業用の製品の方が、後から説明しますね。こちらに書いてあるんですけども、これ直近の決算短信になっておりまして、時期ですね、来年の予想というところは増収減益予想になってますと。で、理由といたしましては、時期の予想というところに書かれてあるんですけども、
ここですかね、今後の見通しですね、というところに書かれているんですけど、まず工場用製品というところは、感染拡大の前の水準には戻らないものの、まあ、在庫調整とかが発生します。一部では需要回復も見込まれますよという形になっておりますと。で、化粧品系もそうですねという形なので、工業製品の方は前年同期と比べると、まあ、つまり今年と比べると増えるでしょうというふうに言ってますね。で、家庭用の消毒とかハンドソープっていうところは、まあ、コロナの方がですね、徐々に収束に向かうっていう形で需要減が想定されますっていうふうに言ってるんですけども、これ出たのがですね、まあ、4月30日ぐらいになっておりまして、結局その後に緊急事態宣言等も出まして、まあ、オリンピックもありましてっていう形で、結構また需要増えてくるんじゃないかなと思ってますので、第1クォーターの決算とかで上振れするんじゃないかなって思ってます、会社の予想なので。通期予想の方もまあ増収増益になるんじゃないかなって私は今読んでるんですけども、まあ、そこら辺はまだ分からずですね。はい。順調に経営しようというところは右肩が推移しているというところが、お伝えしたかったです。まあ、そしてですね、直近の決算というところも解説していきたいんですけども、こちらもですね、増収増益という形で着地しております。セグメントの方で、申し上げますと、工業製品というところは減収減益、そして家庭用のところが増収増益という形で、まあ、やはりコロナ禍で消毒だとかハンドソープというところの売り上げが上がりましたよというところなので、結果全体として増収増益になったみたいです。はい。売上高のも5%増、営業利益も8.2%増という形で、まあ、安定しながら、まあ、堅調に、成長しているところが分かるかと思います。はい、あとは利益率も12.9%という形でかなり高い水準というところをキープしておりますし、財務状況の方も文句なしの79.1%になっています。結構総資産実は増えてるんですよね。475億から532億で、大体50億ぐらい増えてます。あとキャッシュフローっていうところも、まあ、非常に安定してますね。基本的に毎年フリーキャッシュフローってところはプラスになりますので、まあ、その中で、配当金の支払いと行っておりまして、まあ、1株当たりの純資産 BPS ですかね、こちらも右肩上がりで推移しているような状況になってます。はい。で、過去のですね、キャッシュフロー状況っていうところを見ましても、まあ、フリーキャッシュフロー常に、プラスになっておりますので、まあ、このお金の中で積極的に投資を行ったりだとか、まあ、株主還元ができるっていう形になってます。で、実際に配当金ってところも連続で、増えておりますし、こちらの会社は積極的にですね、成長投資っていうところも行っておりまして、例えばですね、トピックスで、まあ、一部100万、1000万、1億、3億ぐらいですかね、子会社の出資金売却益とかも計上はしてますけども、これはあれですね、なんか環境負荷が大きい、事業っていうところから撤退しましたよって形で、ESG の観点でもう早めに撤退してるようなところですね。で、トピックスといたしましては、まあ、米国の製薬企業っていうところと、新工場の建設を行いまして、まあ、58億円ぐらい、投資をしたりだとかっていう形で、結構積極的に投資してるんですよね。この先ほど冒頭で申し上げた医薬用のリン脂質ですかね、薬効成分の方を効率的に患部に届けるような医薬用のリン脂質っていうところの最終製品に近い、まあ、川下製品の開発っていうところを推進している。とか、まあ、そういう形で結構ですね、まあ、家庭用製品の方も新しいブランドの立ち上げ等を行っておりまして、投資ってところは、やってるなっていうのがございました。まあ、なので、このフリーキャッシュフロー、まあ、本業でしっかり稼げているので、まあ、だからこそ財務活動によるキャッシュフロー、株主還元ができたりだとか、新しい製品を作ったりだとか、新工場を作ったりとかって形で積極的に投資ができるっていうところになってます。まあ、業績が安定してるからこそですね、安定して成長投資ができるっていうところで非常にいいのかなと思いました。で、配当の状況の方も33円から35円で、今期は2円増配ですね。まあ、来年の方はですね、減益見込みにはなりますので、まあ、少なからず1%程度ですけども、減益見込みにはなってますので、35円の据え置きにはなってますが、私はまあ家庭用の需要っていうところがオリンピックとかもございますので、またどんどん増えてくるんじゃないかなと思ってますし、まあ、東京の感染者数も今、非常に増えているので、もう心配ですけども、はい、需要はちょっと上がってくるんじゃないかなっていうふうに読んでます。はい、あとは、まあ、財務が本当にすごいなと思ったので、ちょっとそこをご紹介しますけども、まず現金がですね、これが1000円単位なんで、1100万、10億、100億、143億ですかね。1000万、10万、100万、1000万、10万、100万、1000万、ん？待ってください。1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、合ってますね。143億、ございますと、現金及び預金が。もう非常にキャッシュ、たくさんありますね。総資産がだいたい532億になりますので、まあ、だいたいその4分の1くらいっていうのが現金になってます。25%すごいですね。はい。
現金は持ってますよ、と。はい。で、あと、じゃあ、負債どのくらいなのって言いますと、負債はですね、まあ、1年以内に返済しなくちゃいけない流動負債と呼ばれるものと、まあ、1年以上ですね、まあ、1年後以上に、返済しなくちゃいけない固定負債という2つの種類がございますけども、負債合計合わせましても100億円程度になりますと。負債合計100億円しかないのに、まあ、現金現状も何歩ですか？ 143 億ありますので、もうキャッシュ、現金だけでですね、キャッシュだけでもう全ての負債というのは実は返済できるような状況になっているんですね。はい。という形で、非常に財務は健全だということがちょっと申し上げたかったです。はい。あとですね、もう一つ、申し上げますと、ですね、キャッシュフローのところで、財務活動にキャッシュフローというところがあるんですけども、配当金の支払いというところはもちろんございますし、まあ、地味に自己株式の取得もやってますね。1000万、10万、30万くらいなんですけど、30万じゃ大したことないか。はい。まあ、配当金の支払いだったりとか、自己株式の支出というところもしっかりとやってますというのも、ちょっとアピールポイントかなと思います。はい。まあ、なんせ、キャッシュの、なんていうのかな、動きというか、プラスマイナスマイナスですかね。営業活動によるキャッシュフローがしっかりプラスで、その中で投資を行って、さらにその中で株主還元をして、それでもお金が余りますよ。なので、キャッシュストックが毎年増えますよっていう、この流れが非常に素晴らしいのかなと思います。はい。そんな感じですかね。あと最後に一応ですね、優待もございますが、あまり魅力度はありません。理由といたしましては、1000株保有だからです。はい。1000株保有で、166万円でやっとこさ3000円の自社グループ商品の詰め合わせってところがもらえるって形なので、まあ、ちょっと優待内容、優待はあるものの、まあ、優待目的で保有ではなくて、どちらかというと配当目的で長期で保有したい銘柄かなって思ってます。まあ、右肩上がりで推移しているような銘柄になりますので、まあ、RSI と呼ばれる株価の買われすぎ、売られすぎを表す表がございまして、そこがですね、具体的に言うと30パー未満とかになりましたら保有しちゃっていいのかなって私は思います。4362ですかね。これトレーディングビューと言われる、無料のツールになるんですけども、このような形で、一番下は今 RSI を持ってきてるんですけども、この RSI って呼ばれる指標がですね、この今私30%をラインにしてるんですが、まあ、この30%下回ったようなところっていうところで、まあ、保有すると損しにくいのかなって思います。この時とかすごいですね。結構下がってますね。はい。っていう形は、これはまあ短期的に使うような指標にはなるんですけども、もし気になった方ですね、保有してみたいなと思われた方は、まあ、RSI が30%未満くらいになった時にですね、まあ、株価が売られすぎている時に、まあ、タイミングとして保有っていうのはありかなと思いました。という形で本日は日本成果となります。最後までご覧いただきありがとうございました。以上となります。失礼いたします。